今ですね、マケドニアの首都のスコピエにいます。でスコピエの今城塞に今いるところなんですけど、城塞から景色が楽しんだんですけど、今その城塞の内側にいます。昼寝したら緊張するんですけど、あんまり人いないんでね、やっぱりスリとかひったくりのね、ナイフとか。自信があってね、そういう修羅場を乗りくぐってきたような男性だったらいいかもしれないですけど、なかなかのんびりしてます。ただ本当に人いないんでね、あんまりいつ何があるかわからないんで、女性一人で来るとかね、結構やめた方がいいかもしれないです。で城塞の周辺に、オールドバジャールですね、トルコ系の住民が多く住んでるところがあるんですけど、オールドバジャールなんか迷路っぽくなってるんですけど、ね、そこら辺も、散策するのもすごく面白いと思います。